リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日はウィンちゃんのね、動画でございますが、ウィンどこに行く？はい、ウィンちゃんにね、今ミルクをね、ここのテーブルの上であげてたんですけれども、この通り、びっちゃびちゃです。はい、ちょっとミルク飲むのが下手くそみたいでね、ちょっとね、ミルク入れてミルクをあげてたんですけれども、結構飲んでくれてはいるんですが、もうこの状態、この状態、この子も、この子自身もちょっとどこ行くの、はい、顔の周りがびっちゃびちゃ、後で拭いてはあげますけれども、はい、すごいね。でうんちもしてるからちょっとびちゃびちゃだね。はい、ミルク飲む？まだ、もう飲まない？もういらない？もういらなそうだね。はい、そんな感じでね、あれなんですけれども、いや、まさかここまでびちゃびちゃに飲むとは思えませんでした。いや、ほんとね、まさかの状態でございました。うん、汚ねえ。まあね、飲んでくれる分だけ一つはね、いいんですけれども、まだね、なんか食いつきというか飲みというかはすごいいいわけじゃないんですけど、ちょこちょこ飲むようになりました。こんな感じで、ほんとお母さん離れはね、少しずつしていって、お母さんのミルク以外にもこうやってね、作ったミルク、これゴートミルクですけどね、もう飲んでくれてるし、もうどこ行く？そっち行ってもダメよ、そっち行っちゃう、落ちちゃうよ。まだね、空間把握能力があんまりダメなのか、落ちそうなところでもね、普通にこう行っちゃうからね、こういうところだとちょっと危なっかしいんですよね。落ちるって。落ちるって。うん。私の手に来ないの。だからね、私の手によく来ます。手に来るんだよね。本当に。こうやってると。あ、今は来ないけど。そこは無理じゃない。え、飛べた！あなた飛べたの。そんなに飛べたの？知らんかったよ。でもね、あんまり。飛んだりっていうのは、君そこに行かれると私が取れなくなっちゃう。はいはい、後で遊んであげるから。はい、まあそんな感じでね、ただミルク飲むの下手だよっていう報告の動画でしかないんですけども、ほんとぐっちゃぐちゃだね。後でほんと拭かなきゃ。本人は顔がほんとにぐちゃぐちゃ、そのぐちゃぐちゃの顔を見てもらえるな、みんなに。でね、この子はね、生まれてから私が本当に、結構触ったりとかしてて、で、お母さんもね、お母さん、ギョロメちゃんっていう子がお母さんなんですけど、そのお母さんも、ちょいちょい私にね、授けてくるんですよ。見たいんでしょみたいな感じでね、お腹にいた時から見せてくるようなタイプでしてね、その時から、触ったりっていう感じで、ほんとまだ毛が生え揃ってない時からね、見せてきてくれて、で私が触らせてもらって、でその後返してっていう感じで、で返すとちゃんとね、お腹でミルク飲んでっていう感じのことをやってるんですけども、ほんとね、そんな感じで育てておりました。なのでね、結構ベタ慣れちゃんです。ほれ、来る？あ、来ないね。はい、そんな感じでね、この子自身はもう、で自分でちゃんと今ね、毛繕いもできてるんで、うん、問題ないのかなと思うんですけれども、こんな感じでちゃんと毛繕いもしてね、うまく大人にちょっとずつね、なってきてますね。まだベビちゃんですけどね、脱毛して1ヶ月半ぐらいになるので、まだベビちゃんですけども、はい、そんな感じでございます。いやー、ただ、下手くそ、こうやって上から撮るとわかるね。君下手くそよ、本当に。はい、そんな感じ。うん。お、なんか面白い状況なので、ちょっとだけウィンちゃんではない子を映してみようかな。ウィンちゃんじゃない子を映すのはここじゃなくてもいいか。もう一個動画撮ればいいか。ちょっと別で動画を撮ってアップします。それは何かっていうと、マナちゃんがですね、寝てるんですけどね、なんか寝ぼけてるのがコクンコクンしてますね。はい、それはちょっと別で動画撮ってアップしましょう。もしかしたらね、動くと起きちゃうかもしれないですけどね、撮れればいいな、あれ。
コクンコクンしてるっていうところでございます。いや本当ウィンもね大きくなりましたね。で綺麗な真っ白な子でございます。うん、でまあうんちとかねしてちょっとお腹のところというかお尻のところがねたまに茶色いことはありますけれども、基本はね可愛い白い綺麗な子でございます。うん、びちゃびちゃで、その後またミルク飲むかなと思ったけど飲まなかったね。まあいいだけ飲んだってことでしょう。はい、そんな感じでございます。はい、本日の動画はウィンちゃん飲むのヘタッピっていう動画でございました。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。この後ねあのマナちゃんがそのまんまだったらマナちゃんの寝相をねちょっと動画で撮りたいと思います。それではまた次回でお会いいたしましょう。以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。